ピザが来た。フール1ヶ月無料。なんか随分汗かいてるな。随分汗かいてる。レッドペッパー、スパイシーハーブ、エキストラバージンオイル。フール1ヶ月無料。私なんかフール昔入ってました。あ、なんか触っちゃった。なんか多分ハイバネ連盟が見たかった。ハイバネ連盟が見たかったか、バトレイバーが見たかったかで。1987年にピザーラは東京で生まれたピザ専門店です。いただきます。あ、このくらいは食えそうだな。カニだ。いや、まあピザ食べたことないですよ。マルガリータ、うん、プラウケポジションとかに投げてるとかない。ピザオンリー、非常に高い。ピザの温め直し方。これだって1000円クーポン使っても1000円しますからね。通常買うと2000円ちょこでしょ、送料込みでね。もう私とはこれはないんだね。ピザ屋でピザって頼んだことないもんね。あるかな。通常で言えばいいはあるけど、前モナポイントで質問するけど、どうやってやるんだろう。出前館なのかな。その時は出前館頼んだことないと思うんだよね。だから、もう、都会特権が使える。ちょっとこの高いカニより普通のマリガリータの方がいいんだけど、カニじゃない方がいい。全然オイル使ってない。よかった、カニとシーフードにしないでよかった。マリガリータの方がいいわ。もう美味しい。まあまあ、寿司とピザだったらどっちがいいかね。アメリカ人酒飲んだとピザ食べるらしい。日本人でラーメンで。
ユダヤスタイルはさ、ちょうどいいんですよね。このサイズが、カバンね、拡張しなくても入るんで。一切れ残します。ごちそうさまです。